バイベール本当の姿。こっから戻るか。飛び出す。でも飛び出しちゃいけないような気がするな。迷ってる暇はないよ。アンナのところまで走る。何も考えずに一歩を踏み出す。急ぐあまりに脚部に魔力を蓄積し爆発させる。またあれか、魔王の姿に戻っちゃってって感じか。僕はこの時忘れていた。あー、同じだ。魔法を使うと魔王に戻っちゃう。アンナ大丈夫？誰？もしかしてエル？今の僕に何か変化なあ。やっちゃった。その翼もしかして。ああ、だいぶ魔王か。違うよ。これはなんていうかね、あんまりかっこよくないよね。うんコスプレで突き通せるかな。今の僕は本来の姿。髪は腰のあたりまで伸び、悪魔の翼に尻尾。これで勇者だよーというのは無理がある。なんていうか、勇者じゃなかったんだ。魔王だったな。どうした？息を潜めていたリンがアンナの背後から魔法をぶつける。安心してください、峰打ちですから魔法に峰打ちとかあんのそしてこの目の時のリンって怖いよね。なんだろう魔族の目してる。魔法に峰ってあるの？威力の抑えられた雷撃魔法でアンナは意識を失ってしまっている。アンナを助けるつもりが逆に危険な目に遭わせてしまった。魔王ってことはバレちゃったよね。昨日は勇者だって嘘をついたのに。そうですね、勇者だと思われてる方が私たちにとっても都合がいいはずです。何よりも魔王の姿を見られちゃった。こんな姿できることなら見せたくなかったよ。ただでさえ僕はこの姿があまり好きではない。肌は褐色、髪はロン毛、それに翼と尻尾だ。リンはこの姿をとても気に入っているらしい。その証拠にリンがこの姿について熱く語り始めている。リンはこの姿になるといつもこんな調子なのだ。リン、その話は一旦終わり。アンナが起きる前に過去に戻るよ。少し残念そうだったが、わかりましてと言葉が返ってくる。しかしさすが僕の使い魔だ。切り替えはしっかりとしている。禁断魔法発動。ニュ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 。本当の姿と。じゃあ次はね、アンナを探しにどこに行くかだね。とその前に、アンナ探しの前にちょっともう一回やってみようかな。だいぶ戻るんだけども。エル、料理人になっちゃえよ。そこで、なっちゃうお店か。ちょっともう一回チャレンジしよう。エル様、もう、なんかここで起きちゃうエラーは、ゲーム側じゃなくてやっぱり集まる側らしい。料理を。もういいです。お？進めたー。いけたちょっとすっ飛ばしてしまったけど。エル様、旅の準備をともういつアンナも状況を飲み込めずはてなマークなんて現実に浮かぶわけないじゃないか。最近ツイッターで流行ってたね。なんかハテナマークをつけるとアホっぽく見える画像みたいな。今日のエル様はすごくやりづらいです。よし、これでここは料理を褒められて嬉しいのはわかりますが、こんなことに時間を使ってる暇はありません。禁断魔法発動。これはもうエルを止めるためにわ何をするやめるわ何するやめ R や M 略みたいな感じかな。瞬間光に包まれた。その最中、料理人の頂点に立つ僕の姿が。もういいですで、改めまして料理人エンド料理人エンドっておかしいけどな。じゃあさっきのストーリーの続きで、アンナをどこに探しに行きましょう。音楽室はダメだったので、図書室行ってみるか。なんか何もなさそうだけども、あえて選ぶ。魔力の正確な発生源はわからない。僕は直感に頼って走り出していた。無我夢中で校内を駆け抜け、たどり着いた場所は図書室だった。だけどエル様、図書室ですか？ああ、これはダメそう。僕もなんでここに来たのかわからないよ。案の定、授業中の図書室に人の姿はなかった。場所を間違えたか。早く別の場所に向かおう。ゴトゴト。室外に出ようとした時、奥の本棚の方から大きな物音が聞こえた。なんだろう、ゴキブリかな。大きな物音って言ってるだろうと。誰かいるのかな。なんとなく気になったので、僕は図書室の奥へ進み、いくつかの本棚を通過する。一番奥の本棚にたどり着いた時、床に一冊の本が落ちているのを見つけた。なんだこれ、またなんかのパロネタが始まるのか。百科事典のように厚く大きい。表紙には幾何学的な模様と知らない言語でタイトルが書いてある。観察していると、なぜだか胸がざわついてくる。なんだろう、何のグリモワールが。わずかに魔力でしょうか。落ちてたのかな。何か異質なものを感じます。僕もなんだか奇妙な雰囲気を感じる。本に近づき手を伸ばしてみる。はーっと、わー。何これ。突如目の前に眩しい光、まばゆい光。僕はとっさに本を手に取っていた。光は一層強さを増し、辺り一面を照らしている。けれども僕はなぜだか眩しさを感じなくなっていた。次第に本の文字が確認できるほどになり、そしてその文字が表紙と同じ、見たことのないものであることが分かった。エル様、大丈夫ですか？うん。リンはこの文字に見覚えはある？昔に魔界で使われていた文字に似ているようにも見えますが、分かりませんね。本の光が強まっている。これはある一ページの数行だけ、どうしてだか読むことができる。これはあれかな、リンがさ、電撃とか出したりしない？大丈夫？心のざわつきが強まっている。叫びたくてたまらない。エル様？リン、行くよ。叫ぬ。ですよね。リンは白目を向き、口から電撃を放った。途中からそんな予感はしてたよ。ちょっとエンド28。金色のリン。あ、これもう一つの方で異世界転生って。目をつぶると、僕はたまらず目をつむった。それでも光はまぶたを突き抜けて眼球を刺激し、周囲の音は消え、視覚からの痛みに似た感覚以外は全て消える。やがて、その感覚も消え、静寂のみが残った。異世界ものなんだろうな。異世界ものっていっぱいあるから、まだ予想がつかんよ。次に感じたのは、草の香りと吹き抜ける風。僕は地面に倒れ込んでいた。記憶が混濁としている。僕はどうなったんだ。とりあえず体を起こしてみることにした。あー、すげえ綺麗。まるで実写。どこだろうこれ。ゴン。いったー。エル様、お目覚めになられましたか？パチッ、ガバッと起きてゴンってぶつかった感じか。ああ、頭をぶつけたおかげで。申し訳ありません。急に起き上がるものですから。それで、ここはどこかわかる？立ち上がってみると、案外と遠くの景色まで眺めることができる。ここはどうやら丘の上のようだった。ぐるりと見回すと、一つの方向に町があった。けれどそれは僕の住む町とは明らかに違う。まるでゲームやアニメの世界のようなファンタジーな町並みが広がっていた。僕たちはどうしてこんなところに？わかりません。私も本の光に飲み込まれて、気づいたらこの場所に。町の方から鐘の音が聞こえる。時刻を知らせるものだろうか。人間の姿の僕は魔力を感知できないが、目覚めた時からあの本から感じたのと同じ不思議な力の流れを感じている。リンもこの奇妙な感覚があるようだった。エル様、あの町から一層大きな力を感じます。そうだね、何もわからないんだ。まずはあの町へ。胸が高鳴っていた。この一歩から始まる。僕たちの冒険はこれからだ。あ、いや、何か忘れてるような。エンド27、異世界転生。それはまた別のお話で、校舎の外なんで、あそこのさ、この例えば選択肢のピョって音は普通じゃん。あのフローチャートのピョって選ぼうとさ、あんなでかいんだろうね。あれ SE とは別の欄なのかな。まあ困ったらマックスに聞こう。だからちょっとあそこだけ音でかいけどごめんね。外に出れば異変の起こっている場所がわかるかもしれない。たっ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 た。僕は教室を飛び出し外へと出た。まずは冷静に周囲の様子を見る。静かだ。おかしい。外で爆発が起これば授業をしている教室から何か反応があるはず。それがないということは学校全体チャムにかかってんのか。ドガーン。作法より爆発音。リン、僕はまだ何も。爆発音の方向を見ると別の校舎から不吉な赤と大体が漏れている。へえ、違う、本物の爆発か。その校舎には家庭科室や理科室が含まれていた。もし授業中生徒や先生の意識が奪われたとしたら、これもバッドエンド臭いな。じゃあもっと前からかな。僕は渡り廊下を走っていた。このままではアンナだけではない、大勢の人に被害が及ぶ。もしかしたらすでに。嫌な考えを振り払いながら叫んだ。リン、魔法で火を止めてくれ。僕は校舎の中に入る。エル様、人間のお姿のままでは危険です。プロソピアを解除してください。分かってる。そう答えながら校舎の裏にあるドアのノブに手をかけ、大丈夫？バックなんとか現象起きない？あ、反射的に手を離していた。ノブが照れている？ドアから離れてください。あれか、テッカテカに赤く熱せられてるってことかな。わずかにドアが開いていた。校舎の中は火災。つまり爆発か。とっさに腕で顔を覆い体をこばらせる。そして直後に炎が来ない。もしかしてもう時間。火が消えています。離れてください。肩をつかまれ大きく後ずさる。振り向くと見知らぬ男子生徒の顔があった。エル様の肩をいきなり掴むなど。危険ですから離れてください。私は生徒会のものです。生徒会？火災は生徒会長が手配した消防隊によって消し止められました。神吉君、生徒会室で事情を聞きますので同行を願います。そう言って彼は強引に僕を生徒会室へ連れ去った。生徒会は僕が爆発を起こしたのではないかと疑っていた。校舎の入り口で見つけたとはいえ、他の校舎で授業を受けていた僕が火をつけたというのは明らかにおかしい。奇妙なところはそれだけではなく、僕に応対する生徒は終始こそこそと後ろの生徒と何か打ち合わせをしているようだった。けれど真実を話すことはできない。かといって他の生徒に濡れ衣を着せるわけにもいかない。僕は疑念を飲み込み、僕が火をつけた張本人であると答えた。まあ禁断魔法で戻るんだろうね。リンはブツブツとテレパシーで文句を言ってきたが、僕の気持ちを汲んでくれたようだ。生徒指導の先生からしばらく説教を受けて、その日は返された。退学になるかと思ったけれど、特に何の処分もなかったようだ。なんで？しかし次の日から学校にアンナが現れることはなかった。時を戻ろう。そう告げる僕にリンは奇妙なことをつぶやいた。あの時消えていたのは火災だけではありませんでした。溢れていた魔力も跡形もなく。なんだろう、消滅魔法的な。おかしなことだらけです。光の中でリンの言葉を反芻していた。エンド26、真相は闇の中。これはもうここら辺から戻るか。でアンナが心配だって書き出したのがさっきのルートなんで、ここは一度冷静に凛に調査を頼みましょう。何が起こっているか一刻も早く知りたい。だけどこの教室には綾乃や優たちがいる。部活に行動するとかえってみんなを混乱させかねない。凛、様子を見てきてくれないか。わかりました。凛は教室の後ろのドアをそっと開け、廊下に飛び出していった。大きな事件が起こっていなければいいけど。ああ、今の授業だな。机に突っ伏していた優が体を起こすと、そう言葉にする。成績上位者である優にとっては、そうなんだ。暇な授業なのは事実なのだろう。急にどうしたのさ。どうしたもこうしたもない。今日はアンナちゃんが音楽の授業に出るって噂で持ちきりなんだぞ。へえ、そうなんだ。音楽ってことは、選択？ああ、選択音楽らしい。同じクラスのやつらが羨ましいわ。音楽室ってここから近かったっけ？耳を澄ませば聞こえたりしてね。聞こえるわけないやろと、らしくない返答とともに再び机に体を預ける。アンナのことは心配だけど、今はリンの報告を待った方がいいよね。エル様、大変です。リンは慌てた様子で帰ってきた。突然ドアが大きく開いたことによって、みんなは廊下の方に注目している。あれかな、なんか見えないだけで幽体的なもんではないからすり抜けとかはできないんだね。何があったの？学校中の生徒たちが何らかの魔法によって支配されています。アンナの魔力に間違いないですが、通常のチャームとは少し違うようです。別の魔法を使ったのかな。とにかくアンナの元へ向かおう。まずはこの教室から抜け出さなければ。ちょうどリアンがドアを開けたことで教室が少しざわざわざわ。僕はそっと席を立ち、ドアへ向かおうとする。だが、隣の席にいる綾乃に気づかれてしまった。ああ、まためんどくさいことに。ちょっと、どこ行くのよ。ちょっとお腹が痛くて。それなら先生に言ってからがいいんじゃない？そうだね。そのつもりだよ。僕は先生に調子が悪いことを伝えて教室を後にした。廊下に出ると、別の校舎からガヤガヤと声が聞こえてくる。急ごう。いつ馬に乗ったんだって階段を駆け下り、音楽室のある別校舎を目指す。この校舎からの連絡通路になっている渡り廊下に差し掛かると、生徒たちが揃ってこちらへ迫ってきた。火事だ、逃げろー、わあ燃えてる、危ないぞー。少し離れたところで生徒の叫ぶ声がする。火事、まずいな。リン、先に行って火を止めてきてくれ。わかりました。エル様もお気をつけて。通路の脇に出て、なんとか体勢を立て直し、再び校舎を目指す。入り口にたどり着く頃には、正気の生徒たちはみんな外へ避難したようだった。しかし校舎の中はどういうわけか、生徒たちはうろうろと廊下を徘徊していた。すれ違いざまに生徒の表情がちらっと見えた。焦点が合っていないような、およそ常人から外れた表情。これがリンの言っていたアンナの魔法か。階段へ近づいた頃、リンが僕に追いついた。火は消し止めることができました。ご覧のようにかなりの生徒が魔法によって放心状態でさまよっています。僕は階段を一気に上り、2階の音楽室へ目指す。廊下を駆け、音楽室にたどり着くと、廊下と同じく魔法にかかった生徒がうろついていた。結局音楽室には着いたけども、さっきとは違うあれかね感じになるのかな。校歌斉唱。ああ、深き緑の校長のパンツ、教頭はイエロー、用務員のおじさんはブルー、ああブリジッター、タッカルビ食べたい高校とか、そんな感じかなまるであれみたい、スケットダンスの効果あれもなかなかカオスだった思い出がある。で、話に戻ると、だが教室の一角、掃除用ロッカーの周りだけは様子が違った。ロッカーを叩いている。数人の生徒がロッカーを取り囲み、ガンガンと扉を叩いている。周りの生徒と同じく魔法にかかっているようだったが、他と違うのはその行動と凶暴な顔つき。あれかな、深くチャームにかかってんのかな。あの中にアンナがいるのか。ちょっと手荒れだけどしょうがない。リン、魔法で彼らをどけてくれ。風の魔法によってロッカーの周辺の精度は吹き飛ばされた。僕はすぐさま駆け寄り声をかける。アンナ、僕だ。もう大丈夫だから開けてくれ。返事が返ってこない。ロッカーの扉に手をかける。開けるよ。扉は簡単に開いた。アンナ、来ないで。どうしたの？それだけ言うと少女は小さく縮こまり、体をガタガタと震わせている。まるでたけしだ。うつろに見開き、涙をこらえた目をこちらへ向けようとはしない。僕はぞっとおかんがして2、3歩引くほかに何もできなかった。音楽の授業だったのでしょうか。こうなってしまっては人はそう簡単に立ち直ることはできません。リンは淡々としていた。でも僕にはアンナの絶望する表情が辛くてたまらなかった。あらー、ダメだ。守れなかった。腕の中で砂になっていく大切な人を見ながら泣きながら守れなかったっていうシーンみたい。バブを手に持ってお風呂の中で溶けてるのを見守っていくと、最後に守れなかったってやれるよそんなネタがあるな。で、選択授業自体も間違ってたってことは、アンナ学校休んでたから。じゃあ体育。そういえば体育って言ってた。ブルマ、ブルマ。体育館に行かないと。私は体育館に向かったこんな声じゃない。うそー。まあこれが集まる側の方で、ゲームの方のエラーが出た場合はなんかなんだろう、ブルース君の時に出るなんか英字がバーって並ぶような本当にコマンドのエラーみたいな、ああいうのらしい。だからこれはRPG 集まる畜生って言っていいらしいよ